皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は今現状の我々ネストリングスメンバーでガチ対戦をやっていきたいと思います。今回は私のミス渡るとちょめまるで対戦していこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。それではお互いのファーストベイ、せーの、じゃん。セイバーベリアル、テーパードゾーンダッシュ Z2。ダイナマイトベリアル、ギガドリフト10、ファーストギア。ファーストバトル、レディーセット。3、2、1、ゴッシュ。いやなんかドリフト暴れちゃってんな。OKOK、中央でピンドロで。いやセイバーだからちょっとこっちが飛ばされたりバーストも怖いが、あー危なかった。今ダイナマイトベリアルに1ポイント。いやでもギリギリだったな今。テーパーで終わったし。それではお互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。バニッシュファブニル、ギガドリフト6。バニッシュファブニル、テーパードベアリング6。ハイモードにしました。セカンドバトル、レディーセット。3、2、1、ゴッシュ。さあギガドリか。ドリフト暴れてくれたらワンチャンあるかもしれんが、結構中央に早く戻ってきたな。これが若干こっちの方が回転力がいいか。あースピンフィニッシュ。ノミズのバニッシュバブニルに1ポイント。よし、ベアリングのいいところだね。上回転もそこそこやる。それではお互いのサードベイ、せーの、じゃん。レイジヘリオス、ユニバース 2S。 テンペストソロモン、エクステンドプラス 2S。 サードバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュ。いやー、オーバーだけはやめてくれ。頑張れ。スピンなら許す、オーバーはやめてくれ。頑張れ。お前にはまだまだやれるぞ。いや危ないよ、スピンなら許すからね。あぶねえ、めっちゃ飛ばされるな。スピンフィニッシュ。テンペストソロモンに1ポイント。ということで 5G バトルの勝者はノブズ渡る。おお、なんかちょっと今不利だったけど運よく勝てたわ。よーし、 5G バトルの勝敗は決まりましたが、最後までやっていきましょう。それではお互いのフォースデイ、せーの、じゃん。ワールドディアボルス、スティングメビウス 1S。 ワールドスプリガン、ゾーンダッシュ Z2B。 せーの、じゃん。右左回転、チップはつけたまま。うわぁ、ついてない。ちょっと待って。フォースバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュまあ、今言うことじゃないかもしれないけどさ、俺が結構スピン取りたい派のグレーダーだからさ、絵面が地味になってしまって申し訳ないなと思うんだけど。いやまあガチ 5C だから、それもまた勝負よ。いやいい音鳴ってますね。いいですか。さあこれはもう完全に倒れた方の負け。いやーメニュースの方が、いや2人ともよく見といてね。フリーな、あースピンフィニッシュ。ワールドスプリガンに1ポイント。よし、これ同回転だったらまた分かんない。それではお互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。ロアバハムート、ハイブリッド10。タクトスプリガン、ホイールユニバース5。フィフスバトル、レディーセット。3、2、1、ゴーシュ。結構外まで行っちゃったな。大丈夫か。ポースト行け。ロアバ、おーバーストフィニッシュ。ロアバハムートに2ポイント。何も言えねえんだけど。なんか言えよ。驚きすぎて何も言えないんだけど。いや一番驚いてんのは俺だよ。おいマジか。なんでバーストしたんだろう。はい、ということで今回はガチ 5G 対戦をやってきましたが、いかがだったでしょうか。いやーちょめまる見事に負けてしまいましたね。まあ、結構でも今回相性がね、っていうかあれだね、お互い似たようなベイをカスタマイズ使ってたからさ、バニッシュ同士当たったりワールド同士当たったりね。そう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 、
まあ俺の方のデッキは、まあ、結構僕が安定を求めるタイプというか、あんまり冒険するのが怖いタイプの人間だから、全部スピン取れるように作ってきたから、ちょっと絵面としてはね、さっきも言ったかもしれないけど地味になっちゃったのは申し訳ないなとは思うんだけど、結構ねこういうスピンだけ狙いのデッキでワンポイントずつ積み重ねていっても勝つことができたんで、自分のその想定通りの戦いができてよかったなと思います。俺の 5G デッキって1期目2期目3期目が、まあ、ダイナマイトの F ギア、バニッシュ、テンペストって入ってるんだけど、全部引っかかりが少なくて丸っこいもの入れたんだよね。オーバーで負ける、バーストで負けるのだけが絶対嫌で、1ポイントはもう取られていいって思ってカスタマイズしてたから、まあ、今回レイジがねたまたま俺のテンペストをうまく弾き飛ばせなかったから俺の方が勝ちになったけど、あそこでレイジが決まってたらね、それもユニバースだったから伸びる可能性だったし、全然どっちが勝つか分かんないバトルだったなとは思う。勝ちたかった。まあそうだ、みんなそう思うよな。チョメマルさ、最初の1戦目でセイバーベリアルのちょっとお試しカスタマイズを使ったんだけど、テーパーがね悪さしちゃうね。そうだね、一気にスンって止まったもんね、うん、あとやっぱり俺が右回転でそっちも右回転になったってのもちょっと、あそう、ね、相性的にあんまりゾーンダッシュとは良くなかったのかなっていうのも一つ原因だったのかなと思う、うん、強いんだけどね、うんうん、悪さしなければ強い、うん、そっちのデッキ全然弱くはないからね、うん、最後のロアにはマジでビビったけどね、あれはちょっと俺は想定外だった。この子ね、そんなことする子じゃないんですよ普段、うん、いやでも悪さする子じゃないんですよ。でもやっぱりロアのさ引っかかりがあるじゃん、うん、そのロアの引っかかりにたまたまタクトが引っかかっちゃったり、あるいはなんかどっかうまくね変なとこが作用したりしてバーストしちゃったのかなと思う。スプリガンつけてたからね、ロックには結構気にしてたんだけど、ちょっとあいつはもう少し考え直そうかなと思ってます。ロアバハムートな、どうしようかな、このまま使おうかな。いや悪くないとは思うね、今回はちょっと特殊なケースだったとは思うけど、でも今回ハイブリッドも吸ってなかったし電源ついてたけど、ロアバハムートさ、うん、じっくり個人的に使っててさ、思ってたのが削り合いしてて、うん、最後どうしても傾くからさ、そうなんだよね、うん、姿勢をちょっと保ちづらいというか、だから今回ハイブリッドにしてみたんだけど、電動の力で姿勢を整えるっていうコンセプトがね、そうそう、科学の力でちょっとはい、というわけで皆さんもよかったらガチ 5G 対戦、非常にね普段のベイバトルとは違ってもっと熱いものもあったりするんでやってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。